禁断の姫ちゃんのお部屋のルームツアー。本当にこれ禁断よ。ほら見て、後ろに入るなって書いてあるから入っちゃダメらしいよっていう感じでね、お部屋、汚いと書いてお部屋に潜入していこうと思うんですけどちなみにさ、それ裏には何か書いてあるの？でも姫は入れないのがいい。そうだ、入ったらあかんのまま。入ったらあかんの。勝手に入らないでってこと。うん、入っとるけどな。はい、じゃあ早速ね、姫ちゃんのお部屋で物をやっていこう。じゃあ姫ちゃんお部屋紹介してください。いきまーす。じゃじゃじゃーん。こちら、まひめろずルームでございまーす。どうしよう、これでファンの人減ったらはい、じゃあまずはね、勉強机から見ていこうかな。ちなみにこれ姫ちゃん、はい、引き出しはどうなってんの？引き出し見たい。引き出しちょっとチラッと見して。あー、そういう感じね。次行こうかな整ってる。奥は整ってる。え、じゃあ一番そのここ、そこ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 あー、ここあれだね、基本的に筆記用具だね。はい。そして、なんだろう、その角のちょっと若干汚れてる感じ、部屋の闇じゃあ続きましてはその部屋の闇2。じゃじゃじゃーん。本だな、はてな、あだよママさ、こういう本の置き方やだ。ちゃんとさ、こうやって置いてほしい。場所がないの。場所がないの。いや、頑張ればあるやろ。じゃあ次はこの下のごっちゃごっちゃしとるゾーンかな、姫ちゃん。姫ちゃんのね、お洋服は、なんかもう、服、溢れとるけど。最後はね、オフティン。姫ちゃん、絶対さ、ゴミやろっていうさ、缶が2つぐらいあるけど。はい、ということで、本日の動画は、はい、姫ちゃんの、おー全体通すとゴミ箱まあそんな感じでね、ちょっとピンクに溢れたお部屋でございました。はい、って感じで、よかったら